Volunteers for each block, please report to the staff room immediately. いよいよ初戦を迎えた本大会、果たしてどのようなドラマが生まれるのでしょうか。世界が注目する一戦です。この時間はリバプール対浦和レッズ、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはイーストロールスタジアムで行われます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。ヘディングー、いやー、これはわずかに右でした。シュートコースは悪くなかったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。ポーランド裏を狙う、フリーで受けた、シュート、スター先制。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。高い位置からの守備が良かったですよね。やっぱりあの位置で奪えると一気にチャンスにつながりますよね。この早い段階で先制しました。しかしいいゲームの入りになりましたよね、はい、これで自分たちのペースに持っていけますよね。大きなゴールでした。逆に取られた方はこの後どう出てくるのか注目ですよね。なるほど。これはどうだ、ファンダイク、うまくボールに行きました。ネイマール、ネイマールからホーランド、渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。カウンターですよ。ここは競り勝ちます。ここはつながりません。スペースを使う、抜けてくる、これ仕掛けるか、抜けてくる、クロス入れてくる、ヘッドだ、ゴール。おっと、しかしこれはオフサイドか。いやー、これは審判に助けられましたね。浦和、ここは切り替えが必要です。伊藤、素早いパスで攻め上がっていきます。リバプール、カウンターを仕掛けます。金子、先ほど犯したファールでイエローカードをもらっています。まあ注意だけで済んでましたけどもね、それが溜まってしまったんでしょうね。さあホーランド、ミドル、なんと止めた。ここはディフェンスの対応、これは合いません。絶好のルイス・スアレス、まだある。ここはすぐ奪い返します。ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどもね。伊藤、いけるか、これは届くか、来たか、ちょっと伸びてしまいました。ルイス・スアレス、ルイス・スアレスから左サイド、スペースを狙う、狙えるか、ここは体を張ります。
シュートバーに当たる、中に入れる、ここは繋がりません。さあカウンターのチャンスになります。伊藤、松尾、浦和レッズカウンターを仕掛けていきます。これはなかなかこじ開けられない。さあ繋がるか、オフサイドか、もう30分を回ったところです。このボールをカットします。松尾、スペースへ、さあ抜けた、さあフリーだ、シュート、スルーパスからのチャンスでしたがこれは決まりませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね、チャンスありますよね。これは合いません。武田、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。スルーパスを出す、抜けてくる、これを読んでいた、このファーストハーフ最初のコーナーキックは浦和、ここで同点に追いつきます。いい展開ですよね、これで分からなくなりましたよね。コーナーキックから頭でしっかり合わせてきました。パスも良かったですけどもね、しっかり頭で合わせたいいゴールですよね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。浦和としては追いついたことでチームとしても流れをつかんだでしょうね、はい、このまま一気に逆転までいきたいところですよね。ダニアウベス、モドリッチへ、ネイマール、ダニアウベス、ネイマールに渡る、裏へのスルーパス、秋元、松尾、スルーパスを狙う、飛び出した、シュート、いや勝ち越し、うっ、試合をひっくり返します。いい位置でボールを受けてのシュート、一連の流れ見事でしたね。いやパスからのシュートの流れが素晴らしかったですよね。やっぱりゴール前はこういう一瞬の判断が勝負を分けますし、ゴールに向かうさ、どうだこのシュート、危ない、押し込んでくる、来た、同点、決められてから北澤さんとリスタートと思いきや、ここで笛、白熱のゲーム。しかし北澤さん、お互いに点を取り合うという前半から息のつかせない展開となりましたね。いやこの45分だけでも1試合分の迫力がありましたね。ですが緊迫した試合になりましたよね。リガプール対浦和レッズ、2対2の同点で後半を迎えます。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。両者一歩も譲らぬまま後半戦を迎えています。さあホーランド、オフサイドです。縦へのボール、カウンターですよ、このパスを受ける、スルーパス、シュート、勝ち越し、ゲームをひっくり返します。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。
いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて見事なゴールでしたね。1点をリードしてリスタート。いや素晴らしい逆転でしたね、はい、とはいえまだ時間があるのでこれから試合が動く可能性も十分にあります。シュート、ポーランド、シュートまで行きましたがボールは惜しくも枠の外。いや思い切って打ってきましたよね。いい姿勢ですよね。ヘッド、いやクロスバーの少し上。まあこのシュート枠は捉えてないんですけども非常に精度の高いシュートですよね。ファンダイク、やはりこの高さは武器になります。武田、ここで受ける。さあカウンターを仕掛けます。ここは奪います。浦和、ここでファールをもらいます。さあチャンス、シュート、きた来た、追いついた。またすぐ同点です。北澤さん、これはいや素晴らしいですよね。流れを相手に渡さないという気持ちが出ましたね。キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。思い切ったシュート、気持ちのいい一発でしたね。ちょっとあれはセーブできないんですよね。サブスティチューション、さあ勝敗の行方、次のゴールが大きく占うことになります。いやこれよく取り返しましたよね、はい、取り返すだけのメンタルの強さもありますし、これが大きな一点になりますよね。そうですね、取ったな、決まった、勝ち越し。ポーランド、ディフェンスに寄せられましたが見事なゴール。相手からのプレッシャーかけられてましたけど落ち着いて決めてきましたよね。チェックを受けても簡単に奪われないテクニックが光りましたよね。このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。そうですね、流れをつかみたいところです。ここはつながりません。これはカウンターのチャンス、大事に行きたい。アラバ、ここは読んでいました。さあつながるか、ファンダイク、縦にボールをつなぎます。ネイマールからダニアウゲス、インターセプト、大畑、このボールをインターセプト、ユカエルナンデス、ルイス・スアレス、ネイマール、おいい形ですよ。抜きに行きます、体を張ります。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。ユカエルナンデス、これはいいプレー。この試合セットプレーからゴールを決めています。さあどこを狙うか、クリア、このピンチをなんとか出します。浮かせてきますと呼んでいた、決まった、決まってしまった。しかしこれはオウンゴール、痛恨のミス。どうしたんでしょうかね。これは北澤さん、今のプレーですがいかがでしょう。1点差でしたからね、本当悔しいでしょうね。さあ浦和、思わぬ形で1点が入りました。
まあこれで同点ですからね、はい、まあ、与えた方としては悔やまれる1点になりますけども、これで試合が分からなくなってきましたね。ダニアウベス、さあホーランド、モドリッチ、リュカ・エルナンデス、ここはカットします。これは読んでいました。時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどね。さあホーランド、ダニアウベスからホーランド、細かくパスをつないでシュート。おっと、浦和はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。武田、さあ右へ預けて、さあここでカウンター、自分で行く、シュートースワレスが受ける。ポーランドから左へ突き上がってきますよ。ダニアウベス、スワレス、ルイス・スワレス、飛び込めている、入った、一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。ここで笛です。5対4、浦和非常に拮抗した試合展開だったんですが、惜しくも逆転負け。北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか？浦和としては健闘したと言えるんじゃないでしょうかね。今日の結果はむしろ前向きに捉えていった方がいいと思いますけどもね。はい、ありがとうございます。激闘の余韻にサポーターたちは浸っています。さあそろそろお別れの時間です。本日の試合解説には北澤豪さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。